良くないのはもう完全にゼロにしてしまうことですね。いやでも十分俺今この段階でもやっぱり新しいキャラクターが実装されてる時点で面白いですけどね。いいですね、まったりしてて。これ結構敵をどんどん倒して、経験値がこれですね。エクスペリエンスね。でこいつを、こういうやつを倒してると、ほら。結構すぐ溜まるよね。まあ、最初のうちはちょっとどん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 この雑魚敵を倒してって、やっつけていくと。ちなみにね、微妙にね、このステレオの右と左からの音に対応してるので、2D だから微妙だけど、だいたいどこに敵がいるのか音でわかるっていうね。ウッテンアーマー作ろうか。ちょっと枝が足んねえ。とこんな感じで進めていくんですよ。前は一応ね、俺がクリアしたところまでは分かってるので、攻略方法がね、ワークベンチが必要。人んちの使えるのかな？ちょっと怪しいですけどね。本当に最初のうちはね、この木の枝が本当に大量に必要で、いくらっても足んないっていうのはまあ嘘だけど、本当にね、一回クリックすると切り替えか。了解。こうやって種をね、ちゃんと回収すると。種を回収すると、その場所にもう生えなくなるんですけど、別のところにね、その畑とかに、畑っていうか、まあこういうところにね、平地にまた植え直すことができるので、まあ、基本回収した方がいいね。このインベントリが満杯になるまでね。意外とね、このね、フリントもね、よく使うんで、取っといた方がいいですね。うん。あ、めっちゃお腹空いてる。まずいね。ちょっと、鶏肉でも。いや、一旦これ食って。OK。最初はね、この回復方法が分からず。どうしていいか分からず大変だったよ。本当にニワトリの声が聞こえるな。いた。で痛いんだよねこいつの攻撃。痛い。やらしくないね。レベル上がった。強いんだよね、本当に。まあいいや、とりあえず進めよう、ストーリーを。この辺の素材集めはね、一旦進めてからにしないと。で、ワークベンチがここにあるが、使えるのだろうか、果たしていける。鍋もあると嬉しいんだけどな、鍋はないかな。見て、これ。ほら。車椅子じゃねえな。あれか、ギーギーってやるオイスか。オイス言っちゃったけど。で、こうやってやると、体力回復。これ、ジーってやるとね、ほら、体力がギューン上がってるじゃないですか。これ、だいぶ後で知りましたけどね。わかんないよね、だってこんな。言われないとわかんない。まあ、よう自分で見つけたなぁとは思ったけどね。まあ、普通に考えて、この寒い、こう、ね、キャラなのに、なんか、火に当たって大丈夫とはちょっと思うけどね。さ、あ、そうだ。レベルはど、いや、ちょっと待って。ああ、こっちはレベル5にしないといけないんだよね。結構どぎついよね。魔法使いもいいけど、これ何？
フラッシュオフスピード。The character moves forward instantly, leaving an illusion that distracts the enemy's attention. なんだろうな。敵に気づかれることなく早く動けるぜ的な感じ？間違ってたらごめんなさいね。適当すぎた。何時今？18時。鍋が欲しいんだけどね。とりあえず。あ、OK。で、これは俺がいるとこはここで、俺がいるとこはここで、魔女はここだよと。このハテナは何だろうね。ハテナ行こうか。ちょっと、この後、敵がワンサが来るけど。まあいいじゃない。楽しそう。ワークベンチを早めに作りたい。ワークベンチを作るには？あった。木が足んない。でもすぐ作れそうだね。そうだね。飯が。OK。で、ワークベンチ。雪玉！なんで？何に必要なの？雪玉の。ん？雪玉？ストーンで？ちゃうわ。ストーンはこれですね。ピッケル。ピックアックスですね。正確には。どこへ。さあ、どこに家を作るかだよな。毎回やる迷うんだけど、手狭になってもいいじゃないんだけど、物を置いた後に、でもこのゲームね、設置し忘れて、し間違えても、まだね、アイテム化するんですよ。だからね、もうガンガンやっちゃっていいんですよね。というわけで、君ちょっと邪魔やね。まあいいや。ここにしようかな。お腹が減るね。とりあえず床をウッドフ、フローリング、ここでも行けんだね。ほんと置けんのここ、やっぱりな。やべ、また一晩過ごさないといけないじゃないか。面倒だぜ。ちょっと待って、あぶねえ。これこれがやばかった。そしてね、ここで何かできるんだったら、キッチン作れない？ダメだ。倒さないと。こいつらを。バンバン倒しまくってレシピを稼がないといけないんですよ。稼ぐってちょっとおかしいけどね。OK。ほら、こうやって落とすんですよね。レシピを。ウッデン棒。弓ですね。木の弓。そうだな。そういう攻略の仕方かな。きょう。でかいやつが来たら厄介だな。アロー。いや。この辺の翻訳はいらねえよっていう話。大体のストーリーやな。でも途中結構複雑になるんだよな。ロープ。ロープ。いらないって、だから。ここにもね、畑があるのに、あれができないんですよ。植えることができないんですよ、作物を。寂しいね。アイス。これが俺がさっき言ってたやつですね。やべ。
4時か6時からだよね朝は。あ、もう落ちたな。たまたまかな。もう1匹ぐらい出てきてほしいけど、こいつらがダメだったら別の敵とかを倒しに行かないといけない。あ、今レシピね、こうやって寝て、敵によってもらえたりするんですよ。だから全然スライムとかちょっと倒しきれてない。コールコールドローン、ウォームハット、ワームハットね、ウォームってよしよし、オッケーオッケーオッケー消えてたね。でね、このゲームなんだけど、かなりお安いのと、おそらくね、マシンスペックあんまりいらないはずなので、ぜひね、ちょっと気になるわとかね、俺だったらまたこうやるんだぜっていう方はね、ぜひぜひやってみてください、ね、すごく面白いので。で、お家はどこにしようかなっつってたっけ。あんまり、あんまり考えてねえのか。じゃあまあ、ここかなーってところに、ここかな？うん。ちょっと待ってね。さまようことになるんだけど、ちょっとやばいのが、あったー、飯がね、ないって言うとしたんです。で、OK、 これでシャベルが作れるようになると。なんか消耗を抑えるスキルとかあったらいいなってちょっと思いましたね。だいぶ操作もね慣れてきましたね。やっぱこう一番やってた時に比べたらね、どうしても操作っていうのは劣るもんですよね、うん、さて OK で、まずここにベンチをまず作るはずだよね。OK、一旦適当に、はい。でここでキッチンを作るね。こうやってもうフリント必要なんですよ。一体何に使ってんのっていうね。それやぼか。いっぱいあるね。6か。ちょっと厳しいね。ちなみにね、本当にね、食べ物がなくなったら、草を食べます。結構これ5ずつだからね、結構お腹膨れるんですよ。まあ食物繊維がいっぱい入ってっからいいんじゃねえのって思いますけどね。よし。で、OK。で、これがキッチンなのかな？あー。レシピがないので、まあこの辺のやつを倒しまくってもいいけど、
た。もうほんとタイムリーやね。で、ちょっとね、株が今足んないんだけど、これ。作る。オーケー。これですね。ゴーラッシュウィズソース食べるよ。今、空腹度が19ですね。いやー、これ素晴らしい。こういうことです。で、食料をまあこうやって確保しつつ、やっていかないといけない。だからマージョンのとこ行くまでに、もうちょっと食料を確保したいところですね。でさっきよりも俺も防御力上がってるので、城の店壊れちゃってかわいそうにみたいなこと言ってますね。鶏を探す、鶏っていうか七面鳥かな。たまにはね、鶏ブヒブヒ、こっちか、いた。これはちょっと倒せるのかな。うわー来るね。強い。あれ9だ。まあいいわ。すごいね。ゴリ押しやってくるよねこいつ。君のレシピかい？アイスドリル関係なかった。これでさ、ケンタッキーじゃねえや。七面鳥のグリルとかさ、なんか自分のレシピを落としたら面白いですよね。自虐性の高いチェスト。チェストゲットできたら、ちょっと楽になるな。まあこんな感じでね、まずお家を作っていくわけなんですが、とりあえず、始まりとしてはまだ、なんだろうね、まだ新しい要素が出ないとかいう話がね、以前の問題なので、まだね、ちょっとその辺のお話ができませんが、なんかね、屋根のね、種類が増えたとか書いてあった。まあ、それはね、これはもうちょっとあれだな。よし、というわけでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。あ、この辺上げればよかったな。アプライやっちゃったよね。ダメか。はい。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。またな。